サポート芸人一分勝負、はい、こちらのコーナーは未来ある若手お笑い芸人さんがライブのお手伝いをしながら一分ネタでチャレンジしてもらう方向型育成コーナーです。今回登場するのは満州オーバンギャット正義正義です。それでは2組続けてどうぞ。満州オーバンギャルダ、ホラー映画でよくあるパターンするの怖いね。確かにね、あの、うん、一人暮らしの部屋に殺人鬼が潜んでるやつが怖いからね。怖いね。ピレ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 、何やこんな夜遅くに。ガチャ、もしもし、どうも仙台秘密クラブのニューヘブンです。本日の営業は終了いたしました。一人暮らしって言ったんだよね。いかがわしい店に繋がっちゃったからね。そういうのいらないですから。いらない。タンスの中にね、殺人鬼が隠れてるっていうパターン、隠れてるパターン、そういうパターンね。ピレ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 、ガチャ、もしもし、俺はお前を恨んでるぞ。恨みかった。あ、今朝俺が立ち通した親父の家か。気持ち悪いなねえよ。汚ねえことしてんじゃねえよ。変な理由つけなくていいですからね。おい、今お前何してるんだよ。今そんな知りたい。ああ、何やってんだ。人に言えないこと。人に言えないこと、なんだよそれ。そんなに興味あるの、もうこのつけめ。なんだそれおめえよ。なんで急にお釜なってんだよ。変なのいらないですからね。いないの。ほんと殺人鬼だからこっちは。おい、お前、俺は今お前ん家のタンスの中に隠れてるぞ。タンスの中？ドラえもん？ドラえもんじゃねえか。なんでドラえもんになっちゃう？いや、もうドラえもんしかいねえだろ、タンスの中に隠れる。なんでそうなんだよ。でもフォルム的にドラえもんっぽいね。最低なこと言ってんな、お前。でもちっちゃいからミニドラかな。ミニドラじゃないですよ。そんなんじゃないですよ。全然怖がってないよ。なんだったら俺の方がちょっと怖かったの、今のやりとり。お前ちょっとね、最近ビビりすぎなんだよ。ビビりすぎなの。夜もさ、ビビりすぎで寝れなくて、ほやぼやと一緒に寝てんのはあれなんだお前。なんでわかんない。昨日窓から俺ずっと見てたよ。こわっ。礼儀にしろ。どうもでした。あんた、早く準備しなさい。お母さん忙しいよ。言っとくけど、これキャラ祭りの衣装じゃないよ。そういうんじゃないからね。だからお母さん忙しいよ、本当にもう。ちょっとあんた、いい加減にしなさい。本当にお母さん忙しいんだからね。お母さんね、何が忙しいってね、お母さんこれから出し子のパートの仕事があって忙しいよ。そうよ、出し子のパートよ。なんか頑張ったら出し子の正社員になれるらしいから。だから忙しいよ、お母さん。それだけじゃないよ。お母さん忙しいよ。お母さんね、これから真剣ゼミやんなきゃいけないんだから。それ真剣ゼミよ。あんたが貯めた真剣ゼミをお母さんがやって赤ペン先生から花丸もらわないといけないんだから。忙しいの、お母さんね。それだけじゃないよ。お母さん忙しいよ。お母さんね、これから町内会の出し物でノッコン寺田と殴り合いしなきゃいけないんだから。それなんかブレーキングダウンをかけた殴り合いらしいわよ。だから忙しいの、お母さんね。わかるでしょ。ババアって何よ、ババアって。お母さんの言葉 RZXZ ベータ型って読みなさい。型番で読みなさい。もう本当にやめても、本当にお母さん忙しいの。わかるでしょ。お母さん何が一番忙しいってね、お母さんね、同じ洗濯物延々畳み続けて忙しいの。わかるでしょ。お母さんね、このまま死ぬと思う。それが分かったら早く準備しなさい。お母さんを置いてー。はぁ、あ、忙しい。どうも、あざしょー。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、サポート芸人1分勝負のコーナーでした。こんにちは、大きな拍手を。これでさっきまでね、お手伝いしてくださってたりするので、見かけたら声をかけてください。はい。